法要とは、残された者が死者の冥福を祈り、その霊を慰めるために行う儀式のことで、一般には法事とも呼ばれています。具体的には僧侶が度胸し、式の終了後には会食の席を設け、世主が僧侶や列席者をもてなします。死者への追善供養が本来の目的と考えますが、現在では、 個人を忍ぶために集まった列席者同士が思い出話などを和やかに語り合う場としても重要な意味を持っているようです。